はい、こんにちは。中学予習講座、今日はね、正の数、負の数を使った足し算です。まあこれ、まあ足し算っていうとね、なんかもう簡単そうですけれども、ちょっとね、いろいろと考えることがあるところです。さあ、じゃあ早速やってみましょう。まあ今日はね、正の数のこれ足し算ね、正の数プラスの数を足すって一体どういうことなのかっていうことだね。これ2+6、まあ2+6って言ったらね、指2本に指6本足して指8本ですから8ですよね。でこれね、改めてね、なんで2+6は8なのかなっていうことをちょっとね考えてみると、こういうことなんですよ。2+6、2と比べて2が出発点です。これ数直線でね、2ってここですよね。2+6ってことは2より6大きいってことですよね。2より6大きいんですよ。ってことは2より6大きいってことは2から右へ6個進めってことですよね。2から右へ6行くってことですよ。1、2、3、4、5、6、だから8なんですよ、ね、これが足し算なんですよ。じゃあね、-5+5ってどうするんだろうかっていうと、-5より、ね、-5より5大きいですよね。ってことは、-5から右へ5個行けということなんですよ。右へ5。0ですよね。今までとなんとなく逆な感じがするでしょ。足し算なのに数字は減るんですよ。さあ、-2+6、さあこれもやってみましょう。-2より6大きいんです。-2から6右へ行けということです。そうすると0を飛び越えて1、2、3、4プラスですよね。だから4プラス4になるわけです。これがマイナスも含めた、最初がマイナスも含めた足し算なんですよね。じゃあゆっくりやってみましょう。まあのんびりでいいんですよ。僕最初はここがスタートですから。次の計算をしなさい。数直線を使ってよい。さあ、-2+7。さあ、-2はここです。ね。-2より7大きい。もうパッとやれる人はやっちゃっていいですからね。-2より7右。+5。2番。-2+8。さあ、-2より8大きい。-2。8右。ここですよね。+6。-9+6。さあ、-9より6大きい。さあ、-9、ここです。さあ、6大きい。6右に行きます。-3になるんです。4番、-8+9。さあ、-8ここです。さあ、-8から9足す。9右に行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9。ここですよね。0一つ超えました。1プラス1。
マイナス2たす2。さあ、マイナス2、ここです。さあ、これより2を切り。さあ、右へ行きます。1、2、0です。マイナス5たす3。さあ、マイナス5、ここです。さあ、マイナス5より3大きい。1、2、3。マイナス2です。これが足し算なんだということね。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。今日はここまでにしましょう。